来週後、来週後、来週後、よし後。ええー、皆さん、お久しぶりです。オークスの、監督の、ノーです。うーわおーい !17 失点って、どういうことやお前伝説やったよ、今日の試合は。すごかった、本当に。もうベンチで号泣しとったからね、今日のわし。いや、もうほんと NPB は、コールド制度導入した方がええって。もう完全に、高校野球、地方予選、一回戦にした。いや、プロ野球やかな、これ。プロフェッショナルやもん。なんで高校野球みたいなスコアなんねん。本日の先発は、シュート。まあ、この試合始まる前は、第2チャーム防御率が、今シーズン1点台やったから。まあ、6回1失点、7回2失点ぐらいは、やってくれるかな、どくのって思いながら見た。そしたら、まず先頭。2チャームバッター、浅間がポーンと、入会のフライを放った。そのフライを、ケンタが、ポロリ。何しとんねん、おい。いや、もうわし言うたや、お前も。ポロリはグラビアイドルだけでええねんって。いやー、まあ、先頭フォアボール以上に、先頭エラーでランダー出してしまったの。ちょっとまずいの。2、3点ぐらい、取られるかもしれんのとか思った。そっから何が起きたと思う。デッドボールドーン、フォアボールポーン、そこからヒットが無限にポーン、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 ポーン。初回11失点。初回11失点どういうことやろ。わしも監督生活だいぶ長いけど、初めて見たわ、こんな試合。すごいわ、もう。一周回ってもう楽しくなってきたわ。そんでしれっと。なんか2回よりも5失点して。ね。2回終了時点で、16対。ゼロ。はぁ、すごかった、今日の試合、日ハムさん。血も涙もなかった。悪魔にしか見えんかった。わしの目から。の。これはあれや。中途半端に雨濡れたら気持ち悪いけど、土砂降りにあって、ずぶ濡れになったら、もはや気持ちいいっちゅう。まさにそういう展開でした。で、結局、まあ、その後はリッチーとマッチーが、ホームランポンポーンと放ってくれて、まあ、反撃はしてくれたのは素晴らしいけど、時ついでにお寿司、焼け石に水、結局ホークスは17対5で敗北となりました。ただ、何今日、日ハムさん16安打と、16安打打たれましたと。ですが皆さん、実はこれは、わしの策略なんです。プロ野球中は、点を取りまくった次の日は、大概頻打に落ちるもんよ。16安打も打って、日ハムナインはもうみんなヘロヘロよ、もう。打ちすぎた。打ちすぎたよって。もう目に見えとる。つまりこれで、ね、明日のホークスの勝利はもう、硬いです。皆さん、ご安心ください。まあこれが、肉を切らせて、骨を断つ作戦です。今日の試合は不石です。明日の勝利への。明日こそは、このわしの、このわしの、超積極的采配で。明日こそは必ずや皆さんに勝利をお届けさせていただきます。楽しみにしててください。まあ、しゃあない。しゃあないよ。ガスイもあれば、負け理由もある。143試合もらうから。の。本日も最後まで見てくださって、本当にありがとうございました。それではいつかまた、今度こそ、遠い未来でお会いしましょう。ほなまた、よろしくお願いします。